山山本本太太郎郎君はい、えー、令和新選組代表山本太郎です復興大臣、お聞きします福島を忘れない、大臣はこれを誓うことができますか、イエスかノーかでお答えください渡辺復興大臣。イエス。山本太郎君。ありがとうございます、心からのイエスを頂戴いたしました、大臣、福島を忘れないの中には、原発事故は繰り返さない。 安全神話は繰り返さないという思いも含まれていますか、イエスかノーかでお答えください渡辺復興大臣中身が3点あったんですけど、そのすべてについてということで、まあ、あの福島に関連することについては、しっかりと私は進めていきたいというふうに思います。 当然、原発事故は繰り返しちゃいけないものだし、その中に安全神話というものがあってはいけないと。 それしっかりと私たちは福島という福島原発事故東電の事故によって学んだということだと思いますそういう意味ではイエスと言っていただけるということですねありがとうございますえ同じとい山中規制委員長にもお聞きしたいです山中規制委員長の中には福島を忘れないという中には原発事故を繰り返さないそして安全心は繰り返さないという思いは含まれていますかペーパーには書いてありませんよイエスかノーかで答えるんですからお願いします原子力規制委員会山中委員長もちろんイエスでございます 山本太郎君ありがとうございます、えー、60年を超える原発の運転を認めるには原子炉と規制法いわゆる6基法の改正が必要となります2月13日6基法を所管する原子力規制委員会が事実上の原発運転60年超えを多数決で了承委員長を含む4人が賛成たった1人石渡委員のみが反対しました資料の1石渡委員の主な反対理由科学的技術的でも 安全側でもない改変、審査に時間をかけるほど延命する矛盾、審査をどうするかさえ決まっていない、非常にまっとうな意見なんですね、資料の2、同日開かれた規制委員長、記者会見、山中委員長の発言でございます、これをまあちょっと整理しますと、運転期間について規制委員会が意見を述べるべき事柄ではないと、その根拠の一つとして、令和2年の見解というものがあると。 1>, 1名の委員から理解が得られなかったことは残念ではあるが、今回の決定は合理的であるといった趣旨のご発言をなさってるんですね。山中委員長、令和2年の見解を鑑みても、今回行われる法改正、これ、妥当であるということで、いいですよね、イエスかノーかでお答えください。原子力規制委委員員会山中委員長 私は運転機関は原子力規制委員会が何かも意見を申し述べる事柄ではないと考えております、あのイエスです。山本太郎君。ことあるごとに令和2年見解を持ち出す委員長、これまでの記者会見で何度、令和2年見解と発言してきたか、2月の8日から3月1日までの間に開かれた記者会見は5回、その中で少なくとも29回もの令和2年見解に言及した発言がありました。 令令和和年年見見解解とは何か資料の3令和2年の見解そのそ冒頭を読みます原子力規制委員会は令和2年7月22日に原子力規制庁から経年劣化管理にかかるアテナとの実務レベルの技術的意見交換会の結果についての報告を受けたとあります令和2年の見解とは規制庁とアテナとの意見交換の結果をまとめたものにほかなりません アテナとは、原子力事業者の集まりで、そこと意見交換した際の結果を取りまとめた。それ以上でも、以下でもないものです。資料の四、第七回目アテナとの、えー、意見交換には、えー、ごめんなさい。資料の四が、第七回目。アテナとの意見交換における結果報告書。二ポツの二を見てみれば。意見交換会は、法令等の制定、または改正を目的としていないとあります。 この意見交換会が法改正につながる目的ではないことが明確にされてるんですね、つまりこれをもって法改正の根拠として、ドヤ顔していい、代物ではないんですよ。法改正につながるべきものでもないということなんです。そもそも山中委員長がよく引用されている、運転期間の定めは利用政策判断であり、規制委員会が意見を述べる事柄ではないという、この文言。 委員長もともとは誰が発言されたものなんですか、もしもご記憶があれば教えていただきたいんです、人物名を、いかがでしょう、委員長原子力規制委員会、山中委員長令和2年の7月22日に原子力規制委員会が開かれまして、そのときにアテナとの協議、あるいは、 5年前から開かれた CNO との協議のまとめを原子力規制庁から報告を受けました、そのときに私が述べた意見の中に、運転期間は原子力利用の政策側が判断すべき事柄であって、原子力規制委員会が意見を述べる事柄ではないという意見を申し上げました山本太郎君。いろいるお答えいただいたけれども、どこ由来だっつったら、あなた由来なんですよ。 で資料の後、令和2年7月22日、原子力規制委員会定例会合のアテナとの意見交換における議事録から、下の部分、色のついた部分をご覧いただいたら、山中委員長がまだ委員だったときのご自身の発言だったとわかります、上の色をついている部分を見ていただきますと、当時の山中委員が発言の中で、CNO 会議の中でこの長期運転停止期間を、運転期間延長認可制度に加味するべきであるという議論がございましたと述べているんですね。 CNO 会議とは、東電、関電、中電など事業者が集まる会議。資料の6、2017年1月、第1回 CNO 会議議事録。これを見る限り、当時委員で、後の委員長、福田さんが、法律に書かれており、勝手な解釈はできないと述べて、事業者側からの運転延長の要求、突っ跳ねてるんですね。令和2年の時点で、<coughs> 山中委員が発言した、以前の会議で延長を求める意見が加味されたという主張っていうのは、これ当時参加していた規制委員からその場で突っぱねられた案件であるっていう事実を無視してるんですよ。原発を延命するために都合のいい言葉とか解釈のみをチェリーピッキングして、そういった手法を多用される委員長っていう存在には、私は危機感を覚えます。フェア。 かからはかけ離れたそのやり方過去の議論との整合性を無視して、規制委員会が積み上げてきた信頼、失墜させるものですよ、委員長の福島を忘れないという言葉これ、事故により弱体化させられた原子力を再興させるために、忌々いましい思い出として忘れてはならないという意味が含まれてるんですか規制委員会は、更た委員が述べたように、6基法の運転期間の定めを遵守しなきゃいけないんじゃないですか 委員長が断るごとに持ち出す令和2年見解資料の7石渡委員による令和2年見解についての発言です読みます6回行われたアテナとの実務レベルの技術的意見交換会の内容を踏まえた文章になっているはずであると思います実際そういうアテナとの懇談意見交換を踏まえた内容を当然盛り込まれておりますが原子力規制委員会が関わるべき事柄ではないというこの部分に関する議論は 6回の議事録を私は全部検索しましたが、こういう議論が行われた形跡はありません。これはですから、この文章のこの部分がどういう経緯でここに盛り込まれたのか、私は非常に疑問に思っております。この文章は昨年9月末以来、何回も何回もこの場に出てきているわけですけれども、この文章は特に原子力規制委員会が関わるべきことからではないということについて、原子力規制委員会がその当時、 よく議論して、これを決めたかというと、私はそうではなかったのではないかと思います。これは杉山委員以外の委員は、皆さんここにいらっしゃったわけですから、ちなみに参考位置のこの文章の一部でもご執筆なさった委員の方はいらっしゃいますか。誰も執筆していないのですよね。ということは、つまり、これは更た委員長か、あるいは原子力規制庁の誰かが執筆した文章。 私はこの文章をあたかも金貨国情のように使って、原子力規制委員会が関わるべき事柄ではないということが、原子力規制委員会の全体の意思として、確固として決定されたというものでは、私はないのではないかと考えるんですが、皆様の見解はいかがでしょうか。見解を求めた石渡委員に対して、納得のいける、納得のできる発言をする委員、この後いないんですね。 令和2年見解とは、アテナとの第7回の技術的意見交換の結果を踏まえた文章であり、その意見交換の場では、運転期間について規制委員会は議論しないという統一見解を定めた形跡もない、これが根拠だと令和2年見解を持ち出してくることに違和感を覚えると、石渡委員はおっしゃってるんです。今回の法改正において唯一反対意見を表明した石渡委員、えー、これまでたびたび引用されてきた令和2年の見解、その中に運転期間について規制機関が、規制委員会が 意見を述べることからではないという文言があったとしても、それを議論したものではなく、法改正につながるものではないこと、は明らかなんですね、何が言いたいかってことなんですけれども、ぜひですね、このまま、規制委員長のさまざまな発言によって、この部分がどういうふうに話し合われて、法改正がどう進んでいくのかってことをこのまま放置できないんですね、何が言いたいか、今委員会に、石渡委員の出席を求めたいんです、委員長、お取り計らい,いただけますか。 国理事会で協議いたしままますす山本太郎君まとめます規制委員長の発言だけでは、国会としての行政監視の役割が十分果たせない、福島を忘れない、安全神話を繰り返さないという強い思いを持つ本委員会に、規制委員会としての教授をもって主張された、石渡り委員の出席を求めて、加えてこの問題に特化した参考人質疑、および質疑,で質疑を別立てで行うことも協議していただきたいんです。最後にに長お願いししますその件に関して その件につきましても五国理事会で協議いたします山本委員時間が過ぎておりますはい終わりますありがとうございます以上をもちまして令和5年度一般会計予算同特別会計予算同政府関係機関予算中東日本大震災復興についての委嘱審査は終了いたしました なお、移植審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。異議ないと、ご異議ないと認め、採用決定いたします。本日はこれにて散会いたします。